ビルヘルム・グストロフはドイツのナチス党が工場労働者、農民、会社員等の一般勤労者に安価な海外旅行を提供するために建造した客船である。1945年1月30日にゴーテンハーフェンの港から東プロイセンの避難民や傷病兵を乗せて出港した後にソ連海軍の潜水艦に撃沈され海事史上最大の犠牲者を出した。 客船当時の姿を示すビルヘルム・グストロフの模型。ビルヘルム・グストロフの船内プール動船は当時ドイツの政権を担っていたナチス党のロベルト・ライの率いるドイツ労働戦線の下部組織である歓喜立候団の客船としてハンブルクのブロームーンとホス造船会社において総工費2500万ライヒスマルクをかけて建造された。 心臓時の総トン数は25,484トン。寒気立候団の所有する13隻のうちの1隻で、地中海クルーズやノルウェーのフィヨルドクルーズを提供した。船名は、1936年2月4日に、ユダヤ系クロアチア人の医学生、ダビット・フランクフルターに射殺されたスイスにおける、ナチス党の指導者、ビルヘルム・グストロフに由来する。本来、 アドルフ・ヒトラーと命名することが予定されていたが、ヒトラーの希望により、ビルヘルム・グストロフに変更された。これは、ユダヤ人に殺害された、最初のナチスト員インの名を利用したプロパガンダであった。兵衛としての軽流時から沈没までの塗装を再現したビルヘルム・グストロフの模型、1945年1月21日、ソ連軍の猛攻にさらされる、病兵や、 民間人200万人を客船や貨物船、軍艦などあらゆる種類の船を動員してドイツ西部へ回路脱出させるための海上避難輸送計画ハンニバル作戦が発動された。ビルヘルム・グストロフも同作戦に投入されることとなり1月30日午後にゴーテンハーフェンを出港した。公式記録では乗組員173名、 第2潜水艦訓練部隊の海軍軍人918名、海軍女性補助員373名、小病兵162名、難民4424名の計6050名が乗船していたとされ、この数字は厳格にまとめられたもので信用できるものと考えられる。しかし、出港後に乗船を懇願する難民を乗せた多くの小船に取り巻かれ、 少なくとも2000人以上の難民を急遽乗船させたので、実際に何人が乗船していたのかは不明である。元乗組員のハイムツシェーンが戦後調査したところに、よると、当時乗客は1万582名、うち8956名が難民ということで、ほとんどが女性、子供であったと判明している。船は2000名弱の乗客を想定して建造されて、 いたが、レクリエーションのための共用空間の多い、合格ルーズ船だったため、そこに多くの乗客たちを押し込めることができた。ただし装備されていた、救命用具は1万名を超える乗客の半数分に、満たない数であった。ビルヘルム・グストロフは、同様に難民を満載した客船ハンザーと共に、潜水艦訓練部隊が使用していた、訓練魚雷回収艇。 tf-1 とレーベの2隻を護衛として航海する予定であった。しかし、ハンザは、機関故障により、ダンツヒ悲願で航海を断念。tf-1 も、船体溶接部の亀裂が発見されて、ゴーテンハーフェンに帰島したため、ビルヘルム・グストロフは、レーベただ1隻のみを伴って、航海を続けることとなった。船は、民間人3人。 軍人一人の四人の船長有資格者を乗せていたが、彼らはソ連軍の潜水艦攻撃から身を守る航路について合意できなかった。その中の一人で海軍乗船者の代表であるビルヘルムザーン少佐は潜水艦が行動しづらい海岸近くの浅い海を無投下で進むよう進言したが、最年長のフリードリッヒペーター前船長は大量の乗船者による 化石祭で船の喫水が深くなっている点を憂慮していた。最終的には悪天候により視界がほとんど効かない点に期待して推進の深い航路を取ることとなったが、18時頃に海軍からビルヘルム・グストロフと反抗する総海底部隊の存在について通信連絡を受けたペーター・ゼンはそれら艦艇との衝突を恐れ、ツァーンの反対にもかかわらず船に 赤色と緑色の公回塔を点灯させたため、暗闇の中で敵からも視認されやすい状態となってしまった。ちなみに現在では、当時その海域に総海底船団は存在せず、通信内容が何らかの原因による誤りであったことが判明している。ビルヘルム・グストロフは21時ごろ、ポンメルン地方沿岸の 30km 沖合、グロッセンドルフトレバの中間地点で、 ソ連潜水艦 S-13 に発見された。レーベに装備されていた単身には玄関により、作動状態になく、ドイツ側は S-13 を探知できなかった。約15分後、約700メートル離れた S-13 から放たれた4本の魚雷のうち3本が、ビルヘルム・グストロフの左舷に命中した。船内にパニックが起こり、多くの難民が、 救命ボートや救命胴衣に殺到し、救命用具のいくつかは混乱の中で失われた。無線機は使用不能となり、サーンは発光信号で冷米に救援を求めた。魚雷攻撃から約1時間後の22時15分頃ビルヘルム・グストロフは沈没し、多くの人々が凍る海に投げ出された。この時期のバルト海の水温は通常摂氏摂氏温度だが、この日は、 とりわけ寒さの厳しい日で、気温はマイナス摂取10度からマイナス摂取16度にまで下がり、海上には氷が漂っていた。レーベが472名を救出し、沈没直後に駆けつけた水雷艇 T-36 は564名を救出した。さらに総海艇 M-341 が37名、魚雷練習艇 TS2 が98名、 貨物船ウェッティンゲンが28名を救出した。翌31日朝、難民輸送中の貨物船合ンラントが9名を海から救い上げ、訓練魚雷回収艇 TF-19 が7名、監視艇 VP-1703 が入児1名を救出した。沈没での生存者は1216名、犠牲者は9343名とされているが、 これは乗組員の生存者、ハインツ・シェーンの調査結果で最も信頼できるものと評価されている。しかし、元々何人乗っていたかが不明なため、実際の死者の数もはっきりとは分かっていない。事件直後は死者5000人、生存者964人とされていた。ある証言者によれば、一発目の魚雷攻撃の1分後、船の通路は、 乗客の悲鳴や興奮でいっぱいとなった。船内のスイミングプールだった場所に乗っていた別の生存者は、両手首を切った女性を見た。他の人々は、甲板や階段で押し潰され、たくさんの人が暗く凍ったバルト海に飛び込んだ。さらに別の目撃団によれば、子供たちは大人にしがみつき、女性は乳児を守ろうとしていたが、次々に押し寄せる波が彼らをバラバラに飲み込み、 多くの人はそのまま姿が見えなくなった。また、大人用の救命胴衣を着用した小さな子供たちは足が浮き上がって頭が水面下に沈み溺れてしまったという。さらには家族連れで乗船していた軍人が絶望のあまり家族を射殺している場面も目撃されている。ビルヘルム・グストロフが投入された避難民輸送では2月10日に客船 首都イベンが、またも S-13 に撃沈され、4月16日に、貨物船小屋もそれぞれソ連潜水艦の来撃を受けて、沈没し、難民などに大勢の犠牲者を出している。1945年4月初めまでに、ドイツ海軍は、東プロイセンから、ドイツ西部への250万人の軍民を避難させる、ことに成功したが、その過程で3万3千人の難民や軍人が、 亡くなった。ビルヘルム・グストロフは、ポンメルン地方の沖3 0トル北緯55度07分、東計17度41分の深さ4 5ルの海底に眠っている。第二次大戦中、避難民を乗せた船舶多数が、連合国側、数軸国側によって沈められた。ビルヘルム・グストロフはその中でも犠牲者数が最大のものであった。これが、 戦争犯罪に当たるかについては、今もなお議論がある。難民船である、グストルフ号を沈めたのは明らかに犯罪という意見があるが、当のドイツのキール海事法研究所は、ハインツシェーンからの問い合わせに対して、この船は軍の施設として利用され、海軍の潜水艦要員も乗せており、かつ武装した状態で航行していた軍の船で、正当な軍事目標であり、 犯罪にならないという結論を伝えている。ソ連海軍の潜水艦 S-13 の艦長だったアレクサンドル・マリネスコは、ビルヘルム・グストロフ撃沈の後、同じく避難民や傷病兵を輸送する客船、シ都トイベンも沈め、ソ連潜水艦長としては沈めた船のトン数が最大という戦果を挙げた。現在では、ソ連、ロシア潜水艦隊の英雄の一人であるが、この当時は、 日頃の酒癖の悪さを疎まれていた上に、酔った挙句の無断外泊で、スパイ行為の疑いをかけられてもいた。そのせいもあってか、激鎮規模による報告書を上官たちは信用することを拒み、1万人以上の難民を死なせたことに論争もあったため、英雄として、ふさわしくないとして、ソビート連邦英雄の称号は与えられず、赤旗勲章だけが贈られた。一方で、 小屋を撃沈した艦長が英雄称号を受けて立腹した。彼は海軍首脳部に対して批判的な態度をとって怒りを買った上に友人たちの忠告を無視してそれまでのソ連海軍の潜水艦運用を批判する論文を発表したことでさらに嫌われ45年9月には潜水艦長を解任された。1960年に名誉回復がなるまではシベリア送りも経験している。 ビィルヘルム・グストロフ攻撃鎮事件に関するカテゴリー、ありがとうございます。